皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、教室コンサルタントになりたい方へ、知っててほしいお客様の本音を確認する方法ということについてお伝えしていきたいと思います。一応今日はですね、タイトルのところに誰にということで、教室コンサルタントになりたい方へというふうに書いてあるんですけれども、実はこれ別に教室コンサルタントだけではなくてですね、そうですね、例えばそれが生徒さん、本当に先生と生徒さんっていう立場だったりするときに、どういうレッスン作ったらいいのかなっていう本音をね、聞き出すときとか、いろいろなところで本音って分かったらいいなって思うことあるじゃないですか。で、特にコンサル業っていうのは、本音を分かった方が的確なアドバイスができるので、本当はその人はどう思ってるのかっていうことを確認できる方法があったら嬉しいと思いませんか？で、これはさらに言うと、お仕事だけじゃなくてですね、対人関係、それが家族でもいいですよ。あと恋人でもいいですよ。いろんなところに応用できます。ちなみに私は営業職でしたから、当然お客様に、ごめんなさい。お客様に本音を話してもらうために、いろんなことはできたりするんですけれども、今日お伝えするのは、誰でもできるシンプルな話です。ぜひね、これはちょっと、そんなことって驚くレベルですよ。話的には。でも結構皆さんができていない。ということをちょっと今日はね、お話をしていきたいと思います。はい。ということで、じゃあ本題に入っていきたいと思います。本題、別にもったいぶってるわけじゃないんですけど、その背景があるので先にね、ちょっとそちらを伝えようと思うんですけれども、実は私、昨年からですね、コンサルタント養成講座っていう、昨年からというか募集で、今期2月からスタートしているメンバー、約半年で、もうすぐ一旦卒業っていう形で、その後また継続で頑張っていく方とか、いろいろいらっしゃると思うんですけど、やってるんですよ。2週間に一遍はフィードバックの時間を設けてるので、結構濃密な感じで皆さんのお話を伺ってるんです。で、私の経歴っていうのは、教室業のコンサルタントとしての経歴としては7年くらい、8年くらいか、になるんですけれども、営業職という経歴入れると、約30年ぐらい、そういうお客様の話を聞いて、それを現実化する、ないしはアドバイスする、みたいなお仕事を結局やってるわけですよね。だから、すっごいたくさんの方の話を聞いて、すっごいたくさんの方の問題解決とか、あと夢を叶えるお手伝いをしてきてるわけですよ。で、特に今は業種業態を絞るっていうことで教室業の先生っていうことにしてますけれども、一般の企業事業家の人のコンサルとかもやったことはあります。はい。っていう状態。で、その中においてやっぱり何をどうしていくのか、どういう提案ができたらいいのかっていうのは、知ってると外れのない講座作ることができるじゃないですか。で、これは高額講座を作る時にも必要なスキルで、かつ割と教室の先生ってできてないケースが多い内容なんですよね。だから一応教室コンサルタントになりたい方へっていうふうに伝えてるけど、基本はこのスキルは全員に生きると思ってください。で、そんな背景があったんでお話をしました。じゃあね、もったいぶったわけじゃないんですけど、答えを先に言いますね。答えはですね、お客様の本音を知りたかったら、お客様に聞くのが一番早いんです。そこみたいな感じですよね。とかいう世界だと思うんですけど、聞くのが一番早いです。で、いろいろなケースがあるので、そのケースバイケースでお答えしていくんですけれども、一番早くて正しいのはお客様の答えを直接聞くことです。はい。なんでこんな話をしてるかっていうのもね、含めてお伝えしていきたいと思います。まず、一番確度が高い、要は成約率が高い講座を作りたかったら、まぐれでもいいんだけれども、自分の講座に来て申し込みをした方、お金を払った方に、なぜこの講座を選んでくださったんですかというのを聞く。リアルで聞くのが一番いいです。で、いきなり、講座がね、始まる前にどうしてですかみたいな聞き方をすると、座の風紀が乱れるので、打ち解けてきた時とか、まあ、じゃあ、例えば、私はパンだったんで、パンを教えている中の、まあ、試食タイムとかあるじゃないですか。あの時って雑談タイムなわけですよ。本編と違うから。で、その時にさりげなく聞いてみると、割と答えをストーンと言ってくれます。これ、講座が始まる前にいきなり、なんで私のとこ来てくれたんですかとか聞くと固まっちゃうから、本音聞けないんですよね。だから言うタイミングっていうのはまあ、それなりに大事なんですけど、私がよく聞いていたのは、試食タイムの時にパン食べながら、あ、そういえばっていうぐらいの勢いです。そういえば、なんとかさんね、私のところって今こうやって来てくださってるじゃないですかって言って。で、その時に、例えば、なんか、別に名前とかは言わなくて構わなくて、どこかと検討したりとかして選んでくださったんですかとかって聞くと、検討している方なら、名前は言わなくても、どこそこっていうか、こんな教室と比較して先生のところがいいと思ったから来たとか、割と素直に普通に言ってくれます。普通に。あ、そうなんですねって言って。で、その内容だけで自分が満足する内容だったら、あ、ありがとうございます。嬉しいですって言っておけば、それで一応話終わるじゃないですか。で、意外な答えを言ってくる人がいるときには深掘りしたりとかしますね。私が想定している、こんなことがきっと私選ばれてるんだろうなって、私が想定している答えがあるとするじゃないですか。それなのに、そうじゃない答えを言ってくるっていうことは、自分が見えてない層が世の中にはまだあるっていうことになるわけですよね。ということは、その人の答えに近い人を呼べば、例えば今10人集められていて、その人に似たような人を集めて、自分が全く眼中になかったタイプの人ですからね、を集めようと思った瞬間に倍になる可能性だってあるんですよ。ということは、自分が想定できている内容と違うギャップがあって、でも自分を選んでくれてる人のコメントってすごく大事で、そこみたいな、意外に自分が思ったところは自分が集客できてないそうなんですよ。だから、このあたりをね、拾っていくっていうのが大事で、これは会話とか対話とか、さりげない質問の中で出てきたものを拾っていくっていうことができる、とても大事な内容なんですよね。だから、会話でも拾っていく方がいいので、よくアンケート私取ってますとかっていう方いらっしゃるんですけど、アンケート悪くないですよ。悪くないんだけど、アンケートって基本めんどくさいんですよ。書くのが。だから、例えば先生に対して、すごいこういうふうに思ったからこの教室来たんだっていうのがあっても、文字で書くのめんどくさいとか、あとそもそも文章苦手な人って書くのが嫌なんですよ。だから、なんか、おしゃれでいいなと思ったとか、すんごいいろんな裏に気持ちがあっても、さらっと一文しか書かない方とかいらっしゃるんですよ。だから私確かにね、アンケートは取ってたんですけど、6回のコースで全ての講座を構築していたので、例えばそのアンケートを2回目にもらう。1回目にはもらわないです。緊張取れてないから。2回目になんで私の教室選んだのかみたいなアンケート書いてもらったとしても、次回フィードバックしますね。お会いした時とか。アンケートを仮にもらったとしてもですよ。喋れてしまうんだったら向こうは書かなくてよくって、喋るだけだから全然構わないから、上手に聞いたら喋る方がいいです。喋って答えもらったのをお客様がね、生徒さんがお帰りになったとさよならって言った後に、その内容をメモしておくっていうのがいいですね。ただ、アンケートを取るようなケースもあるから、アンケートの深掘りっていうのをした方がいいです。選ばれてるね、理由とか、まずアンケートのね、お礼もそもそも言わないといけないわけですよね。で、例えば、想定内の答えが返ってきちゃうっていう場合は、私のパンの教室の場合には、7つの天然工房を教える教室、当時ほとんどなかったっていうか、見たことがなかった。1箇所で3個ぐらいの種類の公募を教える教室あっても7個教えるとこがなかったんですね。だからそこは選ばれるでしょうと思っていたんですよ。聞いてる人は興味があるでしょうって思っていて、で7つの天然公募が習えるからって書いてあれば想定通りなわけですよ。でちなみに想定通りっていうパーセンテージが、私が予測した予測値でその答えを書いてくる人っていうのは8割以上だったんで、私は間違ってないターゲットをそのまんまちゃんと集客できてるんだなっていうのも逆に分かったりとかしてるんですけれども、そうすると一文でそれがさらりと書いてあるじゃないですか。それ以上の情報を得られないと思うじゃないですか。ところがもしも深掘りをするんだったら、もっと話っていくらでも膨らますことができるんですよ。雑談タイムどれぐらいの時間取れるかっていうことにもねよるんですけど、じゃあ例えば私そういうふうに書いてあったらどうやって話を膨らましていくかっていうちょっと例をねお伝えするんですけど、例えば7つの天然公募が習えるからって書いてあったとするじゃないですか。で、私の教室のね特徴であるそこにね気がついていただいてすごく嬉しいです。ちなみになんですけどって言って7つ私教えてますけれども、その中で特に気になった公募ってあったんですかとかって言うと、ちゃんと気になった理由を伝えてくれます。例えば自分は私は白神小玉はやったことがあったんですけど、星の公募とかアコ公募とか十勝のとか全然やったことがない公募がいっぱい出てたんで、どういうふうに違うのかなって比較をしてみたかったんです。一箇所で習えるからいいかなと思いましてとかって言われれば、あ、そっか、この人は子供は分かってるんだ、でその他のものと比較しながら勉強したいタイプの人だったっていうのが分かったら、それをインプットしておきますね。子供からそういうのを習いたい人がどれぐらいいるのかっていう率を出したりする時もありますし、あとそれを把握した上で、何々さんは普段子供公募扱ってるじゃないですか。でこの公募の扱い方は子供公募と似てるんですよ、ここの部分がっていう話をしたりとか、全く似てない公募の時には全く概念違うんで、こね上がりの温度とか、あと保管とかそういうのも全部違うので別物と思った方がいいですとかっていう感じでねお話をしたりとか、だからその人が持っている知識に対してさらに、どういう違いがあるかとかを言ってあげたりとかすることありますね。今度逆にじゃあ星野はやってるんだけれども他の公募が簡単らしいって聞いたんでその比較もしてみたいと思ったとかね、そういう人とかがいたとしたらそこを中心に話してあげる。だから何に興味を持って私の講座に来てくれたのかっていうのは、7つの公募が習えるからっていう一文しか書いてなくても中身が全然違う可能性があるんですよね。でそこを深掘りするっていう感じ。必要な情報を必要なだけ深掘りするっていうことですよね。で手ごねの人とかが来たりすることとかもあって、手ごねっていうのは、手でこねるパンのあれなんですけど、私の教室は全クラス機械ごねを推奨しているんですよ。それなのに異質な手ごねの人がポロッともし入ってきたら、機械ごねでね教えているクラスなのになんで手ごねで入っていらっしゃったんですかって言ったら、機械ごねは前から興味があったんだけれどもどういうふうに機械を使っていいのかが分からなくって、まずは学んでから欲しかったら機械買おうかなと思ってとかっていう答えの方もいるし、本当は私手ごねで習いたいんですって言っても、でも先生のところのパンが好きで形も可愛いし美味しそうなんだけど、先生が手ごねをやらないって言うから機械ごねで覚えてそれで作ろうと思ってとかっていう人もいたんですよね。だから細かく聞いていくことができると、なぜ自分の講座が選ばれていて皆さんどんな講座が欲しいのかとかまで分かっちゃうと、それに合わせて、最大公約数ではやりますけれどもね、あと教室の特徴が全くなくなってしまうレベルのものは作らないです。手ごねでやりたかったのに先生やらないからって言われて、分かりました手ごねも今度やりますとはいかないんですよ。だって機械ごねでやって手ごねをする分の労力使わないから整形難しいのをやりましょうっていうのが私の教室のコンセプトなんで、それを覆してしまうものはあまり作らないんですね。っていうポリシーはあったんですけれども、いろんなだから話が聞けるっていうことですよ。これもお客様の本音を直接聞いているからです。だからどんな講座を作ろうかとか、どんなことが喜ばれるのかなって、予測はしてもいいけど、答え合わせは聞いちゃう方が早いということです。で、聞いてていつも面白いなとかって思うんですけど、お客様がね、こう思ってるんじゃないかと思って、でもそれって本当にその人が喜ぶのかな、どうなのかな、よくわかんないんですよね。で、ちょっとそれを悩んでてっていうから、もう私の答えは一つで、いるんですよ、そこにその人がいるわけですよ。だったら、こう思ってるんだけど、これってプラン的にどう？興味ある？聞いてしまう方が早いんです。聞かないんですよ、みんな。なんかね、予測をして、これが受けそうみたいな感じでやって、でリリースして売れないとかっていう話とかもね、聞くんですけど、聞ける人がいる時には聞いてしまった方が早いです。正しいし。だからこれってすごく私の中では当たり前のことだったのに、結構皆さんが考えるだけ考えて、聞きもしないで見切り発車して売れないとかやる人がすごく多くて、びっくりしたんですよ、私。なんで聞かないのって思って。だからその聞き方がわからないっていうのはまだわかるんですよ。でも聞くことすら思いつかなかったっていうと、本当のところは聞かない限りわからないんですよ。これお仕事ももちろんそうなんですけど、家族関係もそうだし、恋人関係もそうです。全部本音を言ってくれるとは限りませんよ。限らないけれども、本音を知ろうと思って、それをきちんと言葉に伝えて、思いを伝えて、思いを言ってもらうっていう、このオープンな関係を作れるかどうかっていうのは、そのまま集客とか制約に直結する領域なんで、私は営業職で制約率が高かったりとか、あと作る講座が割と普通にうまくいく、要はお客様が欲しいと思ってるものを作れる理由が、自分ではもちろんそれがきちんと聞けてるからっていうのは分かってても、どの聞き方ができてるからうまくいってるのかがよく分からなかったんですよ。聞けちゃってるから。で、ところが聞けない人の話を聞いて、なんでっていうふうに言うと、あ、そうですねって言われるのが結構多くてですね。だから皆さん聞けてないんですよ。なんでって私が思っちゃうシーンがすごく多いからです。だって聞いたら一発で答え出るんですよ。聞いて答え出してくれるんだったら。だからコンサルの領域も全く一緒で、その人がどうなりたい未来かなんていう本当の答えは、こっちがいくら想像したって、本人がどう思ってるかが分かんない限り分かんないんですよ。で、中には本音を隠す人もいるし、あとそもそも自分がどうしていいか分からないからコンサルタントに相談していて、自分の未来を決めてほしい的な雰囲気の人もいるんで、それは確かに本音は見えにくいかもしれないですけど、とはいえですね、絶対に何か思いがあるから毎日生きてるし、活動してるし、行動してるんですよ。だからその思いを聞き出すっていうところのやっぱり質問力は、結構コンサル業っていう業種業態においては、必要な能力かなっていうふうに思うんですよね。で、本音を聞くっていうのはもう本当にただズバリ、私はこう思ってるんだけど、なんとかさんどう思う？とか、こんな講座考えてるんだけど興味ある？とかって言って、教えるじゃないんで、単なる興味があるかって聞いてるだけなんで。で、例えば10人ぐらいに聞いて8人が興味ありますって言ったら、売れる確率高いなっていうふうに思いますよね。10人に聞いて2人ぐらいしか反応しなかったら、数人でいいって思う講座作るんだったらいいんですけど、一般に出したとしても自分と距離が近い人レベルでそんなに反応しないんだったら、一般でも反応が低いという内容になるから、軽くただ聞くだけなんですけどね。で、もっとリサーチしたかったら、ちゃんと体験会とか組んでみて、で、実際にレッスンやってみて、で、この講座もっと学んでみたいと思いますか？とか言って、いや、もうこの1回で十分ですとかそれ以上はあんまりやりたい気持ちにはならなかったですねとか、それは本人の内容がとかいうレベルじゃなくて、どこが目的なのかっていうところを気づくためにも、そういうのをやってみると分かっていいと思うんですよ。満席になることが必ず売れる講座を作ることばっかりでもないっていうのは私よく分かっていて、7、8年、10年近く前か、米粉パンのね、講座、今はこんなに流行ってますけど、当時まだ全然流行ってなくて、アレルギー対応の人だけが学ぶぐらいの感じで、体がだから辛くてアレルギー症状、小麦アレルギーが出ちゃうから学ぶっていう、ちょっとね、本当に逼迫しているタイプの人が学ぶパンだったんですよ。で、私のブログの読者って小麦の読者なんですよね。普通に美味しいパンを普通に食べれるタイプの人たちだったんですよ。で、そのブログで米粉パンの配合率によって味が変わるかっていうのと、米粉パンを作り方お試し講座みたいな感じでやったんですけど、皆さん来てすぐに満席になりましたよ。だって米粉を食べたことがない人で、どんなものか知りたいっていう人が多かったから。で、ここでものすごく反応が良くて習いたいなっていう人が多かったら講座作ろうかなって私思ってたんですよ。だけど、満席になるんだけど、みんなに聞いたら口々に言うのが、いや、小麦のパンの方が美味しいですねっていうふうに言うんですよ。それが小麦のパンを普通に食べれてる人で、アレルギーとかいちいち考えなくてよくて、グルテンフリーなんていう概念もない時代だったんで、美味しいですね、小麦の方がって言われちゃったら、そうですねって言ったら、私のメインでブログ読んでくれたする読者さんは、今米粉パンじゃないなってその時分かったんですよ。だから講座作らなかったんです。資格は持ってましたけどね。それは、お客さんに聞いたから、無駄な作業なく体験会だけでもう作らないっていうジャッジメントがね。逆もありますよ。体験会やったら、もう向こうから後ろの講座が欲しいって言われる。そういうのもしょっちゅうです。だから、当たりが高いところの講座を作っておくと、向こうに何も言わなくても、向こうがその先はって言ってくれるんで、それに合わせて自分が作ってもいいなって思ってた講座だったら、その後作るっていう。そんな感じでパン教室もやってました。だから、売れるか売れないか、まずブログで反応を見る、体験会で反応を見る、欲しいと言われたら初めて商品作るっていう、そういう形でやってたので、当たり前ですけど、売れる商品をと、あと、そこに欲しいという、買うって予約してる人がそこにいて、講座作るから売れるっていうのができてたんですよね。それはお客様の声を聞けるから、聞く人を集めたから、できていた。っていうことなんです。だから、もう聞いちゃうのが早いんですよ。だから私は聞いて必要なものしか作らなかったんで、あんま外れる講座がないっていうのはそういう理由です。じゃあ、とはいえ、お客様まだやってないし、生徒さんも教えてない、私はどうしたらいいのさっていう答えが出てくると思うんです。逆に。だって私は本音聞いたらいいって言ってるのに、聞く相手がいないから困ってんじゃないのみたいな感じでね。いう方いらっしゃるんですけど、それはもっともですよ。だって会ってないから。その人は予測値を検討するしかないから、ポイント2つあります。まず1つ目はリサーチですね。で、2つ目はトライアンドエラーをせねばならないっていう状態だということを知ってやるしかない。だって経験値がないからっていうことなんですけどね。で、じゃあ調査。じゃあどうやって調査するのっていう。自分がこんな人にはこういう講座をやったらいいかなって思う。例えばじゃあ30代、40代。そういう若い方の30にするのか40にするのか。子育て世代。例えばお子さんが、3歳、上が5歳とかっていう、忙しくバリバリやってるママ、癒したい。教室やりたい。そういうケースの方もね、よく聞くんで多いんですけど。直接話聞けるんだったらどういうパン教室が好みなのか、やりたいのかっていうのは聞けると思います。でも直接聞けないんだったら、少なくともその年齢の人たちが、自分がターゲットにしてる人が読むような雑誌とかテレビとか、何か見るもの、行く場所ですね。ショッピングモールとかわかんないですけど。そういうところは一通り行きますね。私、本当にその人、わかんないけど、どういう気分になる人たちなのかなとか、あと、行動パターンですね。何時ぐらいに、例えば家を出て、保育園とかに、預けに行って、で、家に帰ってくるの2時とか、ごめんなさい、適当に言ってます。私、ちょっとそれをやったことがないんで、あれなんですけど。に帰ってくるからっていう、そういうサイクルなんだなとか、ショッピングモールに行くとどこの売り場によく行くんだろうとか、で、あとそういう人をターゲットにして、商品とかいろいろ紹介して、もちろん広告とかも挟まってるんで、で、そういう雑誌っていうのは今も雑誌もね、薄くなっちゃったんであれなんですけど、CM どういう CM が挟んであるんだろうとか、何に興味持ってるんだろう、経済状況どれぐらいなんだろう、自宅の貯蓄額ってどれぐらいなんだろう、旦那さんが一人で働いてるんだろうけれども、月賞っていくらぐらいで持ってくる、要は月収か、旦那さんだったら月収サラリーマンだったら持ってきて、それを光熱費とかなんとか費、子供の習い事費とかいくら使っていくら手元に残るんだろうとか、その人間像をすごくウォッチングしていきますね。物がない時にその人が出没するであろう場所に出没しながら、懐具合とか何に興味を持つのか、教室来てくれるとしたら一体どれぐらいの時間を使ってくれそうかとか、そういうその人の疑似体験っていうか、雑誌とかで分かっちゃう分にはそれでいいんですけど、分かんない場合には行きそうな場所とかにね、行ってみて、どういう生態とどういう行動をとってるのかとか見たりしますね。ショッピングモールとかね、割とそういうタイプの人ね、多いじゃないですか。あと、レストランとかだって、ファミレスとかもあるし、フードコートとか安いところだとあるじゃないですか。で、そういうところにどういうもの食べてんのかなとか、まあパンですからね、私ね。で、そのイメージで、その人やりたいかやりたくないかとかって決めていったりとかして、で、どんな風な講座にしてあげれば、食いつくのかなって考えて試します。で、調査終わったら試します。リリースです、一回。で、反応がない。で、反応がない場合には原因2つです。内容が良くないか、告知不足か、大体どっちかなんで。だから反応がなくて講座をリニューアルしよう、改善しようと思ったら、もう目いっぱい告知しみるってことが必要になります。だから、普段からね、告知だけじゃないファン作り、発信がそもそもできてるのかっていうのが、もうそもそも論で必要になっちゃう。もうママたちに売る商品ないしはレッスンを作りたかったら、少なくともママたちのコミュニティに顔を出してるか、自分がそのコミュニティを持ってるかをしてないと、その商品そのものが悪いのか、告知が悪いのか、どっちが悪いのかが分かんないから、最低でもそこって持ってる必要があるんですよね。だから本音を聞く以前の問題の人、聞けない人は可能な限りの想像力を膨らまして調査をするしかなくって、でその調査した内容が当たるか当たらないかはやってみて、トライアンドエラーを何回も繰り返して角度を高めていくって、とりあえず来てくれさえすれば話聞けるじゃないですか。で、来てくれるまで当たりつけないといけないから、はい、本音を聞く以前の場合にはちょっと遠回りには当然なりますよね。それは仕方がないです。なので想像力を豊かにするために、その人の生活に近い状態をなるべく自分もトレースたどってみるっていうのは必要になるかなと思いますね。だから私、男性のコンサルティングって基本やらないんですけど、ちょっとやった時とかもありましたけど、やっぱりですね、考え方がかなり女性の考え方と違くって、理解っていうか、そういうふうに考えるんだろうなって、まあプライドとかが邪魔するとか、そういうのもいろいろあるんですけど、そういうふうにする考えるんだろうなは予測はできるんですけど、理解ができないって感じです。私がそういうふうに考えないタイプの人なんで、そうすると結局いい指導、いいアドバイスができないから、基本男性のコンサルをやるとき、今やってないですけど、やるとしたら、よりその方の思考が女性よりとか、あと私の思考とかなり近い人でないと見ないっていうことを決めているので、はい、そんな感じだから、想像できないタイプの人には手を出さないっていうことですね。はい、なので闇雲に人を集めようとすると、全方向にいい顔しなくちゃいけなくなっちゃうから、逆に集めるの難しくなります。なので本当に知りたい人の本音は聞くのが早いですね。いくら考えても外れるので、本当のところはお客様が答えを持ってるっていうのが私の信念です。だから私がいくら考えても、それが合ってるか合ってないかの答え合わせしたかったら、商品をリリースして反応を見るし、リリースする前に聞くことができる人がいたら、どういうふうに考えるのかとか、どういうものに興味が持ってそうなのかっていうのも、何にもないと意見言ってくれないんですよ。まずこっちが作って、こんなこと考えてるんだけどどう思うとかって言って、それで、ああ、当たりがいいな、よし、作ろうっていう、そういう感じです。だから一回生徒さんを持った後はすごい楽ですよ、商品設計って。だって聞けばいいんだもん。うん。だから、なんかね、私アイデアはもちろんその人たちが喜ぶかなと思って作るから、まあ、それこそ雑談的に今度ねこんなことやってこういうふうにしてこういうのを習える講座考えてんだけどとか言ってそれって面白いと思うとかっていうと面白いとかっていうでその他のクラスに聞いても面白いっていうだったら興味はありそうだからじゃあまずはちょっと作ってみようかみたいな感じでやってみたり。もちろんだから興味があるって言ったって別に日程が合わなかったり金額が合わなければ当然来ない場合とかがあるんでしょうからその人たちが絶対に来てるわけじゃないですよ。ないけれども興味があるって言った人でなんだろうその人にね前興味があるって言っててアイデアありがとうございますって言って作ってみたんで内容見て気に入ったら予約よかったらしてみてくださいって言いますね。だってその時には本当に細かい内容と金額が出るからうわ金額高とか思うかもしれないし細かい内容私が思ってたのと違うんだなっていう人は予約しないしだけどその意見を聞いた人にこんなの作ってみたんですよご意見取り入れさせていただいてあの時はありがとうございましたって言って作ってほぼ 100% に近い感じで皆さん申し込まれますね。あ私のための講座だってすぐ分かるみたいな。だから生徒さんができた後の講座設計は楽です。最初の方は辛いでしょうけどね。でもどっちにしてもですね根底的にあるのは正しい答えはお客様しか持ってなくって自分がいくら売れそうだとかこれ絶対喜ぶよねって言っても声を聞かない限りは絶対なんてありえないんですよ。だから私はかなり現場主義の人なので声をすごく重視するタイプだからその段階でいまいちっていう結論が出てしまったらどんなに自分が調査してもどんなに苦労してそれを学んだことがあったとしても市場に出して支持されないっていうのが分かった瞬間にあっさり手放すしあっさり捨てることができる人です。はい、その米粉パンの時も当時珍しいねそれを 100% のノングルテンを教えられる師範クラスっていうので資格取ってたんですけど。1年半かけて学んで40万50万ぐらいか払いましたけど当時の私にとってはそれなりに大きい金額でしたけどそれでも売るの大変だって判断したんですよ。私のすでに持ってるお客様は普通に小麦が好きな人たちが今は多いって思ったからだから封印というか今講座やると集客苦労しそうだなと思って講座やらないってことにしたんです。それもお客様の話聞けたから分かってる。じゃそれは永遠に続くかっていうと最初に言ったようにタイミングっていう話があるからタイミングが変わると私が何にも言ってなくても先生米粉パンノングルテンの教えてくれないんですかって言われる時代がその後やってきます。だから時代が早すぎてもダメということになります。だけれどももう根本の根本はお客様に直接聞くそれが答えだっていうふうにして聞けるスキルを磨いた方がいいです。聞けない人は調査を頑張ってする。その人になり変わって。その人の気持ちが分かりたいからって本買って雑誌買って行きそうな場所の出没しそうなところに行ったりとかしたことありますかね？職の先生で。多分そんなにいないと思います。私はやるんですけど。だから、そのなり変わると何にどう反応していくらぐらいお金を使う人なのかとか、そういうのも全部分かったら自分の口座の適正料金っていくらなのか。だから私はその層はあまりその領域の層の人に教えるっていう選択肢を持たない人だったんですけど私はちゃんと稼ぎたい人だったんでその領域の人たちはなかなかお財布のひも固いしお金そんなに使わないっていうのが見てて分かったからです、はい、そういう調査もね必要になるよっていうことです、はい、ちょっとね余談も入っちゃって長くなりましたがまとめていきたいと思います。教室コンサルタントになりたい方へ知っててほしいお客様の本音を確認する方法とはお客様に直接を聞く。ただし、その聞くスキルは質問力、傾聴力が必要になるので、そこのスキルは磨く必要があると思います。ということで、ご参考にしてみてください。それでは。